シリアでイスラム過激派組織に拘束されたとされる日本人の男性についてです外務省は情報収集を続けていますがインターネットに投稿された映像を見た千葉市の男性は息子に間違いないと思うと話しました戦地を身をもって経験したいなどと言って先月シリアに向かったということです顔もそうですただだあの髭がだいぶ生えて、まあ 総合的に見ると間違いないと思います。この父親によりますと、息子は千葉市花見川区に住んでいる湯川春奈さん、四十二歳です。湯川春奈さんは今年一月、東京都内に P. M. C. という民間軍事会社を設立。会社のホームページでは、業務内容を国際民間軍事業や国外警護。それに紛争地域等での護衛などとしています。 湯川さんのブログの今年5月の記事ではシリアを訪れて自由シリア軍の兵士たちと行動を共にしたと記されていて銃を持った写真や動画なども公開していました先月21日には再び紛争地域の戦場へ向かうとした上で多分今までの中で一番危険かもしれないなどと記していて先月27日にシリアに向けて出発したということです 湯川さんの父親です戦地ですので行くということは本人もそうでしょうけども私もそれなりの腹をくくってですね、えー、送り出したつもりです世間の方をですね方にあのご迷惑を大変おかけしまして私もですね非常に申し訳ないと本当に申し訳ございません。 湯川さんの会社で顧問を務めている水戸市の木本信夫さん七十歳は次のように話しています。日本の会社が外国に物を輸出する時きのですね、警備っていうかな、その仕事みたいなこと言ってましたね。これから先のいろんな仕事を取っていくのに、外国での知識経験がないと会社がとして相手してくれないというんですよね。そのためにやる粉飾国とかそういうところに行って現状を見て。 それでやる先々仕事を取るための糧にしたいとこういうことで言ってましたね一方、湯川さんとみられる男性が拘束される直前まで行動を共にしていたというシリアの反政府勢力イスラム戦線の幹部は NHK の電話取材に対し男性の解放に向けイスラム国に捕虜の交換を持ちかけていると話し 男性の解放に向けて働きかけていると説明していますが、これまでのところ、イスラム国側からの返答はないということです。この幹部によりますと、イスラム戦線は交渉を優位に進めるために、19日にもイスラム国に対して大規模な攻撃を行う計画だということで、できるだけ多くの捕虜を拘束して、交換を実現させたいと話しています。しかし、 男性の居場所や健康状態など詳しい状況は分からず日本大使館は現地の有力者や反政府勢力の関係者などを通じて安否の確認を急いでいます。